こんにちは、ピアノの近藤信子です。私は現代ピアノ曲とバッハのリサイタルシリーズを今まで続けてきたんですけれども、その後、現在はベートーベンシリーズとして、ベートーベンのソナタ32曲を全曲演奏するというリサイタルチクルスを行っております。それで、今回は11月8日に東京文化会館小ホールにて、ピアノソナタ第4番、9番、10番、13番、14番、それとピアノトリオ幽霊を演奏いたします。4番は初期の作品としては非常に力作で、特に2楽章の美しさは本当に比類のないものです。それで9、10番は夫婦の対話とか男女の語らいなどと評されることもあるちょっと軽めな綺麗な曲です。それで13番、14番は2曲とも幻想風ソナタと題されているんですけれども、こちらも有名な月光の影に隠れて、それほど有名ではないんですが、13番というのは非常に実験精神に満ちた素晴らしい傑作です。それで、だいたい初期から中期に向けてあたりの作品が中心なんですが、1曲だけピアノトリオ幽霊、作品70ですので、中期の後半ということになりますが、謎めいた感情楽章がシェイクスピアのマクベスと関連付けて語られたりしている傑作です。こちらを、バイオリンの佐藤まどかさん、チェロの河野文明さんという何度も共演していただいているお二人の名手をお迎えしてお届けしたいと思います。ぜひお越しいただければ幸いです。